本日は、山本周五郎作思い出書をお送りしたいと思います。一。お、はい、見ろ見ろ。なんだアスカイクる老人は知ってるがうちの棚へ越してきた鎌と孫次郎って人だろ本名はそうかもしれぬがの。魚売り金八はニヤリと笑って。あれはおめえ、大した飴坊だぜ。 演州浜松の城下外れ、井松という問屋場の店先を一人の老人が通りかかった。年の頃二十八区であろう。和勢のある立派な体つきで、色の浅黒い目の涼しい、まずこの辺りには珍しい美なんだ。街道裏にある井松の家作へ移ってきてから十日余り、中国辺りの老人で名は鎌田マグジロという。 アメンボーとは何のことだまあ、聞きねえ。金八は、キセルをはたいて。7日ばかり目へ残った。買い出しに出ようとして通りかかると、あの先生、裏へ出て、洗濯をしているじゃねえが。おはようございますと言っちまってから、おら、悪いことをした。見ねえふりをしていくんだったと思っていると、相手は平気なもんだ。いやあ、これは、そうそうと、ごせいが出ますな。と、ニヤニヤ笑ってる。 そこでおいらが、奥様のお加減でも終わるございますかと聞いたんだ。すると、その返事がふるってら。いや、別に、どこが悪いと思すほどでもござらぬが、ちと、わがまま者でな。まあ、朝寝がしたいのでござろうよ。とかくどうも、女は養いがたしでござる。あはははは、て始末だ。うーん、大した代物だな。猪松の店のもので、 吉ちこという口の軽いのが、待ちかねたように乗り出して。そういえばあの老人、米の一生涯からやぶやの買い出しまで、自分でやらかすぜ。本当かいそれは、そりゃ。一度や二度じゃねえ。おいらはに見ているんだ。あの通り、五段目の佐ダクロって男ぶりで。それこそ今を少々。なんてぞ、ちんなもんだったぜ。だからよ、金八が、和解を得たりという顔で。 本名は鎌田孫次郎かもしれねえが、彼は鎌田天次郎が本当だと言うんだ。女房に甘次郎か。わっとみんなが笑い出したとき、吉地の横瓶がぴしゃりとなった。はいって。びっくりして振り返ると、このバカ野郎と、もう一つ。いつか背後へ、この家の隠居、六兵衛が来ていた。今聞いてりゃ、鎌田天次郎だと こいつらとんでもねえことを嫌がる。てめえち孫や顔書きと違って、お武家には格別心得のあるものだ。奥様を大事になさるにも何か深いわけがあるにそういねえ。つまらねえ陰口なんぞ嫌がると承知しねえぞ。それだって遠京さん、孫も侍も人上に変わりはねえでしょアメンボはやはりアメンボじゃありませんか。だからてめえちは盲目だってんだ。 かまさんの顔をよく拝見しろ。あれが普通のこって女房に照れつく顔かよ。あんな立派な人品は、千人に一人ということだ。よう、千人に一人の甘次郎で。びしゃり。吉子はまた貼られた。この野郎、二度と再びそんなことを言いやがると、おっぽり出すからそう思え。六兵衛は目を向いてわめいた。しかし、こんな話が広まらぬはずはない。 何しろ、浜松城下を通じて珍しいような美男であるし、老人に似合わず身だしなみがよく、やきも冷えも、かつて伸びたところを見せない。衣服こそ貧しくあるが、いつもきちんとして赤のつかぬものを着ているという、一部の隙もないなり風俗だから、余計に話が面白いのだ。妖婦に天次郎、あまた次郎先生、と、評判がたちまち付近に広まった。 孫次郎が移ってきてから、二日余りになろうというある日、猪松の隠居六兵衛が、吉光を連れて、孫次郎の老宅を訪れた。庭先で墓剣を振っていた鎌田孫次郎は、愛想よく上へ生じて、ようこそ、おいで下された。と、奥へ振り返って、これ、すげえ、お客来じゃ。お茶をおいれもうぜ。いや、どうぞ、おかもいなく。 かような品託。別してお構いはできませぬ。これすぎ、すげおけくらいだぞ。と言ったが、下打ちをしながら立つ。しようのないやつ、また頭でも痛むと申すのであろう。どうもこのごろ一倍と、わがままが募って困る。小言をつぶやきながら、水口へ出て行った。二。まもなく茶を入れてきた孫次郎。 失礼、捕まつった。と、退座して。何ぞご用件でも。実は、ご相談があって参りましたので。ほう。余計なお世話かもしれませんが。と、六兵衛は膝を進め。先生も、ご老老中のことで、いろいろとご不自由なことだろうとお察ししておりますが、どうでございましょうこうして体が空いておいでになるんだから、寺小屋のようなことでも。 お始めなさる気持ちはございませんか及ばずながら私がご終戦申し上げますが。それはご心配片付けの存ずる。孫次郎は会釈をしたが、ふと声を潜めて言いにくそうに。ぜひお世話にありかりたいが、実は妻に気鬱の持病がござるゆえ、このちへ子供たちを集めなどしてもし、機嫌に触るようなことがあると困るので、はなはだか勝手ながら、 他に寄り場でもこしらえていただけるなら、拙者が出向いて、教授をいたしましょう。ほう、さようでございますか。さすがに六兵衛も呆れた。せっかく人が世話をしようというのに、騒がしくて女房の機嫌に触っては困るとは、心臓の強い言葉だ。しかし六兵衛も乗りかかった船だから。ようございます。幸い、長屋の橋が二軒空いていますから、造作を少し直して、 稽古場を作りましょう。子供集めや雑用品は、失礼ながら手前の方でいたします。ご講師、何とも片付けのござる。話ができて、六兵衛が立つと。これ、すげえ、お帰りだぞ。と、奥へ呼んだ。お見送りぐらいできぬことはあるまい。何胸が痛むしようのないやつだな。いや、どうぞそのまま。わがまま者でござる。 どうか、ご容赦を。言葉の端々ににじみ出る妻への愛情。六兵衛は心の内に、羨ましさを感じながら別れを告げて出た。と、表に待っていた吉光が。陰居さん、ちょいと、声を潜めて手招きをする。何度ちょいとここへ来てごらんなさい。吉光は、六兵衛を横手へ連れて行った。 中の様子を聞いてみろと手真似で教えるから何だろうと耳を傾けると小窓の障子のうちで孫次郎の声がする。許せよ、すげえ。どうも客が来ると男というやつは言われたくなるものでつい心にもなく荒いことを言ってしまう。なに、よいよい、そうしておれ、拙者は今のうちに荒いものを片付けてくる。どうです、隠居せん吉光が囁ささいた。 いつでもこの調子ですぜ、ね。これでも甘じろじゃありませんか。このバカ野郎。ぴっしゃり、吉光の横瓶が鳴った。おいてて。なんだと思うや、立ち聞きをし上がる。うぬのようなス根状に何かわかるんだ。二度とこんなやしい真似をし上がると叩き出すぞ。吉光は頭を抱え、横っ飛びに逃げ出した。確定間もなく。 六兵衛は長屋の手入れをして、旧ごしらいの机から、筆、墨、硯、り、紙まですっかり揃え、近所の小餅へ触れを回して、すっかり寺れ小屋を仕立てた。読み書きもようございますが、街道筋のことで人気があろうございますから、ひまひまの剣術の人手も教えていただけませんか。中には、そういう親もあった。よろしゅうござる。武士でないものに打つ術は必要ないが。 避ける方法ぐらいは知っていてもよかろう。お教えいたしましょう。そんなら、私どものせがれもお願い申します。というようなことで、しばらくするうちに、十五六人の子供が集まるようになった。さて、始めてみると、孫次郎には備わった徳があると見え、別に強く叱る様子もないのに、子供たちの虚偽動作が目に見えて良くなってきた。したがって、 今まで山次郎に何ができるかと見くびっていた連中もおいおい、ぜひにと言って子供を預けるようになったから、それ見ろと、六兵は鼻を高くして、コートにあんだ俺の目に狂いはあるめ。いまに先生のおかげで、怪盗筋の奴ら、一人残らず聖人になっちまうから、見て気つかれ。一人で、わけのわからぬ自慢をしている。三。 諸州の昼下がりであった。裏の空き地へ出て、子供たちに月見の心得を教えていると、お嬢様、ま、お嬢様、ま、と、一人の子供が飛んできて、向こうの原っぱで、お侍が切り合いをやってますよ。何切り合いほら、あそこに。言われて振り返ると、真珠明神社へ行く道を左へ、ちょっと降りた草原で、 五六人の武士が切り結んでいる。真昼の光に、キラリキラリと白人の描く虹が見えたから。皆、ここを動くでないぞ。と言って、孫次郎は大剣を取る。すぐ戻ってくる。出てはならんぞ。重ねて言い捨てざま、走り出した。草原の端まで行くと、孫次郎は足を止めて様子を見合った。切り結ぶ相手は一人、寄せては五名。 いずれも浜松家中の武士と見えるが、相手の一人は格段に腕が冴えていて、ほとんど五人を寄せ付けない。へい鋭い絶叫が起こった。五人のうち、右から二番目にいた我が侍,侍が、猛然と冗談から切りつけたのである。おう答えの声。相手の体がバネのように跳ねる。白人がキラリとまった。おう 切り込んだ若侍は横さまにどうと倒れる。同時に左端の一人が踏み込む。刹那。えいさっとかわし様、ま、相手が逆に下から払い上げた。踏み込んだ方は危うく半身を逸らして避けたが、剣は手を離れて彼方の草むらへ飛んでいた。このあり様に余命の者は思わずさっと尻属。いずれも面食青ざめ。 呼吸も構えも乱れてきた。できる。とても手に合わんぞ。孫次郎はそうつぶやくと、二三件、つかつかとは歩みよって、両外ながら物申す、と声かけた。この話し合いはいかなる一趣でござるか。四人のうち、年配の一人が、魚油打ち、魚油打ちでござる、と答える。孫次郎は、 大剣の恋口を切った。上位打ちとあれば、ゼガヒでも打たねばならぬ。しかし、残る余命では、到底難しい。失礼ながら、お手間とってはならぬとお見受けいたす。ご女性、申したい。ごむよ。と言った時である。いや、えいわめいて、相手が逆襲に出た。余命がはっと構えを立て直す隙も与えず踏み出して。えい、おう。 一人をきる。孫次郎を見るなり、ご女性、ごめんと、叫んで間へ飛び込んだ。残る三名、ばむ気力なく、二三んしりぞく。孫次郎は、刀の使い手をかけたまま、じっと相手の目を見つめながらいった。魚い打ちを聞いて曲がり出た。当うな内に住むし、かま田孫次郎。犬う。検索、かい。相手も名乗って、 二三歩下がった。この時、一人の老武士が、馬を煽って草原へ駆けつけた。それと見て、先の年配の武士が走り寄り、事の死災を話そうとする。途端に。えい、えい犬飼い健作が叫んで、空打ちを入れた。孫次郎は、さっと飛びし去り、初めて大剣の鞘を払う。美しい唇に、微笑が浮かんだ。 面白い勝負。馬上の老武士が低く呟いた。孫次郎は帽子下がり、小手をやや左へ外して右足を浮かす。呼吸を測ってじりりと出た。犬飼健作はようやく相手の腕を知ったらしい。さっと音色を変えて下がる。静かに西岸の剣を上段へすり上げた。荒い呼吸。体勢明らかに相打ちを狙う。 刹那。えい。えい。と、叫んでマグジロウが、帽子先を外す。誘いだ。一部も互わぬ呼吸。検索はさまじく。かあ<ー>。わめきざま。体ごと叩きつけるように切り下ろした。ぎらり。円を描く剣。マグジロウはさっと二、二三飛剣飛びしりぞく。検索は、横ざまに、だだだっとよろめいて、草の中へのめり倒れた。 はっぱれ、お見事馬上の老武士が思わず声を上げた。孫次郎は手早く剣に拭いをかけると、差し出た仕方、平にご容赦くだされ。と、えしゃくする。倒れている剣作の方へ痛ましげな一別をくれて、そのまま大股に草原を横切って去った。子供たちは空き地の隅に固まって見ていたが、 孫次郎が戻ってくると、歓声を上げながら取り巻いた。お師匠様、強いな。五人がかりでダメだったの。お師匠様、たった人たちでやっつけちゃった。わいわい騒ぐのを、孫次郎は、呼吸も変わらぬ静かな口調で制しながら。さあさあ、もう剣術はしまいだ。お習字をするから、みんな手を挙がってお上がり。そう言って、家の中へ入った。 4. それから2、3日経ったある日、孫次郎が寺小屋の教授を終わって帰ると間もなく、先日馬上で見た老武士が何の前触れもなく訪れてきた。ああ、これは。孫次郎は驚いて。かような棒を食え、ようこそご次来、まず、と、丁重に座へ招きながら。次へ、お客様じゃ。 奥へ振り返って読んだが、すぐ向き直って。ご覧のごとき色たく何のお構いもなりませぬ。どうぞ、お許しくだされたい。ご挨拶、帰っていたみいる。老武士は形を改めて。拙者は、井上張間守の家の臣。大番頭にて、沖田左衛門と申す。申し遅れました。私、鎌田眞次郎と申します。 先日は大事の際、よくぞご女性くださった。どうでも打たねばならぬやつ幸い、紀伝のおかげをもって仕留め、打ち手の者の、面目がいたってござる。ただ、行為のことゆえ、表向きに紀伝のご披露がならぬこそ残念。これは、さしょうながら、拙者一存のお礼かわり、ご承納くださるよう。いや、それは困ります。老人ながら、ご領内に住む孫次郎。 いささかなりともお役に立てば本望でござる。霊物などひらに。まあ、お受けくだされ、辞退されるほどの品でもござらぬ。贈り物を進めて、起きた現在もんが。さて、改めて、お願いがござる。と言った。お腕前のほど、先日、特と拝見つかまつったが、ご流儀は、火事派でござるな。はあ、いまだほんの未熟者でござる。 実は、拙者も少年の頃、カジハ一刀流をいささか学びましたので、立ちさばき懐かしく拝見いたしましたが、ついては拙者に千之助と申すせがれがおります。これに、カジハを教えたいと金ね,ね心がけておったところ、いかがでござろうか。ひどりその他はご都合にお任せ申すが、せったくまでご教授に出向いてはくださるまいか。大番頭をも務める人が、 自ら字を低うしての混成である。もとより武道に生きる身の拒む理由はなかった。未熟者の拙者、とても人に教え申すことなどはできませぬが、せっかくのおぼしめしを辞するはかえって失礼。よろしかったら、肩だけにでも。ご承知くださるかそれは片付けのござる。では、追って日取りなどを決めた上、と、現在門は喜ばしげに言ったが、 ふと奥の方を見合って、ご家内には五秒かでござるかと聞いた。はあ。孫次郎はなぜかうつむいたが、やがて座を立つと、ご覧下され。い、と言って愛のふすまを開けた。これほどの天次郎と呼ばせる妻、どんな美人かと見ると、意外や次の間には小さな京机が一つ。仏壇の前に据えられて、 ゆらゆらと先行の煙が立ち上っている。これは、どうしたこと実は、三年後に死去いたしました。ご死去、現在門は目を見張るばかりだった。ここへ訪ねてくる前に、付近の者の評判をよく調べてきたのだ。もちろん、女房に甘次郎という噂も聞いている。すると、 戦国、奥へ声をかけられたわ。お耳に溜まって、赤面つかまつる。孫次郎は、低くうなだれて、幸せ薄き女にて、三年以前、老老の品中知らせましたが、未練とお笑いくださるな。手前には、どうしても死んだと思い切ることができず。面影あるうちは、生きているつもりにて、 あのようなひとりごとを申し始めたのが癖になり、今日までそのまま。語尾が震え、声が湿った。すでに死んだ妻を、生けるがごとく思い出して、家の出入り立ち入りまで、そこにあるかのように声をかける心根、ね。人は見れんと笑え、胸をさらぬ小泉への愛情は哀れ。女房に甘じろう、のあだ名にも、 耐えて強かったのだ。現在門は心打たれて、いや、良きお話を受けたまわった。亡き人へのそれまでのご愛情、未練どころか、かえってお羨ましゅう存ずる。旅がいながら、拙者もご意向をつかまつろう。片じけのござる。さぞ喜びましょう。荒れ果てた部屋だが、塵一つとどめる雪届いた掃除。現在門はそれにも、 孫次郎の人となりがさせられて、ますます頼もしさを感じながら、京族への前に座り、照明をしながら声を上げたが、ふと仏壇を見上げたとき、お、と、被告声を上げた。仏壇に掲げてある小さな女の絵姿。しばらく見つめていたが、これは、ご家来のお姿でござるか。はあ、同伴の法遊に、 絵心あるものがござって、たわむれに描いた偽絵が、今は悲しい形見となっております。現在もんは頷いて、不思議に似ている、と、もう一度つぶやいた。五、朝露がしっとりと、庭の芝生を濡らしていた。杉の植え込みも美しい、爽やかな秋の日が、青垣に生き生きと輝いている。 これまで。声をかけて、孫次郎は勃券を引いた。起きたてへ通い始めてから、早くも半月近くになる。今朝も早くから、千之助を相手に激しい稽古をして、ぐっしょり汗になった孫次郎。良きほどにしまって。疲れましたか若い千之助を、いたわるように言った。火事派の組立ちは、別して激しゅうござるが。 十分にやっておくと、しない芸子の絵徳が楽に参る。くれぐれも、ご勉強なさるよう。はい。片付けのを存じます。では、またあさって。去ろうとしたとき、中庭の方から玄在門が、一人の娘を連れて足早にやってきた。先生、しばらくお待ちください。あ、はあ。声をかけられて、振り返った孫次郎。玄在門のそばにいる娘の顔を見ると、 さっと顔色を変えて立ちすくんだ。十九か二十歳にもなろう。肉のしまった体つきで、小麦色の肌、うるみの深い深い僧帽。明けの唇が艶やかに波を描いて、つつましく見上げる美しい表情。似ている。不思議なほど似ている。一目見た刹那には、亡き妻が生き返ったかと疑ったくらい。 すげえの面影に、まるで生き写しなのだ。これは、千之助の姉で、小房と申すふつつか者。お見知り置き願いたい。は、拙者こそ。下手ながら、茶を剣じたいと申す。ご迷惑でなかったら、お上がりくださらぬか。他に少々お話もござるが、お邪魔つかまつりまする。孫次郎は、うつむいたままで答えた。 汗を拭って衣服を変え、千之助の案内で客前へ行くと、すでに席が設けてあるし、見事な虫菓子が出ていた。どうぞお楽に。現在門が親しい口調で座へ招く。間もなく、娘小房が茶を立ててきた。孫次郎は、さ方正しく喫したが、娘の方は見ずに。結構なお手前、と、えしゃくする。 現在もんは待ちかねていたように。お話とは他でもござらぬ。かまたしにはご時間のお望みはござらぬか。と、仰せられまするわ。実は、あまりにおしきおま前、埋もれぎのままに置くのはもったいなしと存じて、失礼ながら役向きの者のに申し伝えた上、再三度、お稽古の様子を陰から拝見させましたところ。 もし、お望みならば、当班へ、ご推挙申し上げようと、相談ができたのでござる。ご配慮なんとも、はじめより、多分には参らぬ。二百国ほどで、ご堪忍くださるならば、すぐにも手はずをいたすが、いかがでござろうか。親切のあふれる言葉だった。お申しべしのほど、重々、ありがたく存じまする。二三日、ご猶予をいただいた上、 お返事を申し上げとうござるが。結構でござる。お待ち申しましょう。と言って振り返り。これ、小ふさん、茶をお立て直し申せ。いや、もはや十分でござる。まあ、そうおせられるな。そうかでお口に合うまいが、おつまみくだされい。さあ。歌詞を勧められて、ふと手を出した孫次郎。歌詞をつまもうとしたが、 何を思ったか、そのままうつむいて、手を膝へ戻してしまった。どうなされたは、いや。粗末ながら、吟味をさせてござる。ご遠慮なくどうぞ。孫次郎は答えもなく、ただ静かに会釈をしたが、その目は熱く潤んでいた。やがて表を上げると、お許しくだされ、と、かすれた声で、 急養を忘れておりました。鼻ははだ失礼ながら、今日はこれにて、まあ、良いではござらぬか。いや、急ぎの用事ゆえ、と、孫次郎は座を滑り、お菓子はちょうだいつかまつる。そう言って、式紙へ菓子を包むと、では、もう一杯茶を召し上がって、という、現在門の言葉を振り切るようにして立ち上がった。 六。家へ帰ってきた孫次郎は、そのまま仏間へ入って、京机の上へ菓子の包みを備えると、崩れるようにそこへ座って、すげえ、咳上げるように言った。そなたの好きな虫菓子だぞ。そなたの好きな。う、うっと、喉を絞るおえつ。生前、晴れほど欲しがっていた菓子が、 暇になって手に入った。そなたが死んだ。暇になって二百国の死官。暇になって、この虫が死が何になる。二百国が何になる。出世が何になるのだ。貸してくるが否や、主家を浪人して五年。家柄に育って、何の苦労も知らぬそなたが、無残な貧に痩せてゆく姿。私は、これが本を、と、 笑ってくれた顔さえ、孫次郎には熱鉄を浴びる過酌だった。いつまでも、こんな貧乏はさせぬ。必ず立心して、世の花を見せようと。陰ながら誓ったことも肌となり、薬も満足に与えられぬ貧苦の中で、ほとろえ果てたまま、そなたは死んだ。そして、今日になって、出世の糸口、そなたなき、今となって、 何のために、二百石取ろうぞ、すげえ。孫次郎は、声を忍んで泣いた。いかなる悲しみにも、いつかは慣れると人は言った。果たして、そうであろうか。小泉行きて三年。千余日の日数が、孫次郎の場合にはただ、相棒を募らせる、日の重なりでしかなかったではないか。 その日の暮れ方である。街道の井の松の店先へ、孫次郎が訪れた。折よく店にいた隠居六兵衛が。これは先生、何か御用でも。ちと、お話がござって。孫次郎は、店先へ入って。実は、このたには、長々と親身も及ばぬお世話に愛だったが、司祭あって、この度、当地を立ち抜くことにいたしました。 も、なんでございますって。お笑いくださるな。打ち明けて申せば、家内の体が、ご当地に合わぬと見え、とがく、調子が優れぬ様子。読んどころなく、南の方へでも、映ってやろうと存じます。突然のことで、六兵衛は呆れた。でも、そりゃ、奥様のお体に合わぬ土地とおっしゃられればそれまでですが、残念でございますな。 せっかく子供たちも懐いたところで、どこか良い医者にでもお店なすったらいかがでございましょう。また。いやいや、気鬱と申す病は、医薬よりも期源次第、気の向くままにしてやるのが、何よりの養生でござる。では、奥様のお望みで。少し,しながら、わがままもの、望みのままにいたしてやりたいと存ずる。さすがの六兵衛も腐った。 そうでございますか。残念ながら、それでは立って、お引き止めもできますまい。それでは、御意のままとして、いつお立ちなさいます。あくる早朝のつもりでござる。どうも、あまり急なことで、ご挨拶の申し上げようもございません。奥様には、とうとうお目にかからずじまいでしたが、途中、お気をつけなすって、いずれ妙長、お見送りをいたします。 いや、せっかくながら、早立ちの旅、お見送りは、固く自体つかまつる。ながなが、お世話にあいなった。ご縁もあらば、またお目にかかろうが、こなたには、くれぐれもご健康に。挨拶が済むと、孫次郎はすっと立ち去ってしまった。この様子を、店の奥から見ていた吉光が憤慨した。へっ、あまたおまじろうめ。 聞こいよがしにわめく。隠居さんがせっかくこれまで世話をして盛り立ててやったものを、女房がぐずったからって立ちのぐうなんて、ギり知らずの武士だろ。う。あれだからじ次郎だってんだ。人を馬鹿にしやがってなんだ。うるせえ、黙ってろ。だって、じ次郎め、あまり舐めてけつかる。今度は殴られないように、遠くから悪態をついている。と、その時、一人の老武士が、 つかつかと店先へ入ってきた。つかぬことを尋ねるが、というのを見ると、起きた現在もんだ。ただいまこれを出て行ったのは、裏に住むカムたちであったのう。へえ、さようでございます。何か別れの挨拶をして行った様子だが、そうではなかったか。六兵衛は不審そうに見上げて、へえ、何でも今日に、ご家内の都合で明朝早く、南の方へ、 お立ちになるという話でございましたが、なんぞ御用でもございますかいや、別に用事ではない。邪魔をした。現在門は足早に立ち去った。七。夜が明けかかっていた。暗いうちに老宅を引き払った孫次郎。貧しい着替え包みの中に亡き妻の遺灰をしっかりと収め。 見送りが来ては面倒と、急ぎ足に浜松の城下を西へ抜けてきた。朝霧深く立ち込める街道には、まだ往来の人もなく、並木の松を越して彼方に、遠い海が光っている。孫次郎は足を止めて振り返った。その時である。お待ちましておりました。と、声をかけて、 なびきの松の木陰から、旅装の女が一人、すっと眼前に現れた。孫次郎はびっくりして、思わず一歩下がった。どなたでござるか。女は傘を取った。すがすがしい朝の光の中に、恥じらいを含んで見上げる顔は、起きた現在門の娘、小房であった。しかも、意外なことには、眉を反り、 歯を染めている。こなたは小房だの、コフサ殿いえ、今は、すげえと申しまする。マゴジロは、自分の耳を疑った。すげえ、すげえ。どうぞ、これをご覧遊ばして。どうぞ、これをご覧遊ばして。コフサはそう言って、一通の書面を渡した。マゴジロは手早く開いてみる。 現在門んが、達筆の走り書きで。取り急ぎ、申し上げ騒動。当地お立ちのきのご教中、お察し申し騒動。世になき人を、忘れ得ぬほど悲しきはなし。されども、愛情も極まれば、不覚に及ぶべし。連連生涯を得に終わるは、世もなき人の本意に騒動まじ。時に面しての決断をこそ、 男には望ましく騒動。さて、おいの選別として、お差し添え申し騒動者は、拙者娘にてこれなく、常々身元のいけるがごとく思われし人の再生せしとおぼしめ飯騒動へ。当人は元より望むところ、それゆえに名もげへと改め騒動。押し付けがましき致し方とお怒りなく、 老人の美中、まんまんお察し願い上げ騒動。なお、くれぐれも望むところは、一日も早きご嫌いに騒動。お心の変わる時もあらば、ぜひぜひ、お立ち戻りくださるべく、お祈りのみの、それのみ、待ち入り騒動。平安を祈る。と、読みも終わらず、孫次郎は胸を打たれてうめいた。 それほどまでに、この孫次郎を、骨に染み入る熱い定義だった。親切をあだにして立ち残こうとする身を、武士と見込めばこそ、娘の眉を落とし、歯を染め、名を変えるのみか、亡き人の再生と思えとまで言い添えてある。これほどの深い信頼が世にまたとあろうか。武士は、 己れを知る者のために死すという。孫次郎の顔に、突然として力が溢れた。コ小房殿。いや、杉江と申すに及ばぬ、コ小房殿。はい。今は何事も申し上げぬ。旅の不自由、ご独身でござるか。どこまでも、お供をいたします。では、奇襲へ参ろう。孫次郎は、 手紙を巻き収めて。荒野の霊場へ収める者がござる。その供養を終わったら、すぐに浜松へ戻りましょうぞ。あの、ここへ。行って帰るまで、多くかかっても20日。帰ったら、そこもとと改めて終言だ。まあ。古草は思わず頬を染めて、しかし僧帽は燃えるように男の表情を見つめながら。 恥じらいの微笑を浮かべるのだった。さあ、孫次郎は静かに促した。戻るまでは旅の道連れ、戻った上は、ご承知でござるか。拙者には天次郎というあだ名がござる。女房に天次郎、今度は家中の評判になりましょうぞ。まあ、存じませね。口元を傘で隠しながら見上げる目。 孫次郎はその瞳の中に、ありありと、亡き妻のよみがえった姿を見出したのであった。つつましく寄り添って、朝霧の中を西へ旅立つ二人。少し離れた小高い丘の上に、起きた現在門が、どういう林殿もと並んで、その後ろ姿を見送っていた。以上の娘を、 よく思い切ったのう。とのもが言うと。千人に一人の婿じゃ。現在門は嬉しそうにうなずきうなずき。あれだけの器量を持ちながら、亡き妻に誠を尽くすほどの男。あっぱれ物の役に立つべき人物となろう。娘一人、何が惜しかろう。これで老後の楽しみが一つ増えたわ。現在門の唇に、 明るい海浜の笑みが波を打った。富岳の頂にかつかくと朝日が燃えている。